お前が欲しいんだ。俺は欲しいんだ。それだ。思い人は一人にする。お前は自分の戦をするんだろ。時は乱世、ミッドランド王国とチューダー帝国は100年にも及ぶ長き戦いを繰り広げていた。戦を生業とする傭兵団は隆盛を極め、戦争は彼らのものとなっていた。ここにも戦に身を投じる傭兵が一人。首を上げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカ、ぶっ殺されっぞ。調子でぶった切っていくか。俺も負けてらんないな。Yeah.
城壁に登れ。上から侵入するのだ。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。戦はできぬぞ。してほしいもんだぜ。まだ負けたわけではない。くれたようだな。全軍、城内へ突入せよ。お先に。まずいぞって、あの30人切りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前へ出ろ。あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。
よし、仕掛けるぞ。負けられるかよ。奴を討ち取って名を上げんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたら違って名誉じゃ飯食えないんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎だ。小僧、後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のような鉄の青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。クソ、いい気になりよって。へえ、すごい奴がいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかね。くだらないことを聞くな。グリフィスの方が強いに決まってるだろ。給料2ヶ月分と今回の報奨金だ。なあ、考え直す気はないのか。給料は3倍、
主文に取り立ててもいいと言ってるんだぞ。あちらさんは俺たち傭兵にしてみるや夢みてえな話じゃねえか。うん、夢食えんのかそいつは。待て、地位も金も保証すると言ってるんだぞ。何の不満があるんだ。嫌いなんだよ、窮屈なのは。次